なん誰と仲良かったんですか。仲良くないね。高田さんですか。それこそ高田さん、高田さんが一番高田さんが一番誰ゴールデンカップ。全然仲良くないですよね。仲いいよ。仲いいですよ。だって山健先生さんはもう大好きじゃないですか。もうねゴールデンカップさん仲いい。ゴールデンカップさん仲いいんですよ。いや、田村の話ないの。いや、全然ないですね。そんなあれ、いや、思い出せないですよね。トラウマ。いや、ヒクソン嬉しいですよ、やっぱりアジョさん、すいません。ヒクソン嬉しいです、やっぱりこう。まあ、なんて、今日ヒクソン、ヒクソン嬉しい。ちょっとぜひ、どんな苦労をされていったっていうのを聞いてるんで、なんか、あれを満を持していったと思われるの僕嫌なんですよ。だからちょっとそこ明るく、だから皆さんが多分あれ本当に戦いを挑んで、アンジョさんが満を持していったと思ってる人は多いと思うんです、多分。だから、それさっきも聞いたんですけどね、で戦いじゃなくて交渉っていうか、まあ基本交渉ですよね。酔っ払ったまま行ったんですよね。酔ってねって。ただ寝起きで寝起きでちゃって朝7時半ぐらいですよ。泣きすぎですよ。もう飛行機で着いて、それで7時半に電話があって、ヒクソンが待ってますよっつって。え、着いてその日に行ったんですか。着いて、いや、でちょっと寝て朝7時半に電話があって。え、あの2日後とかじゃないですか。2日後でも。それはきついわ。そうです、2日目のまま行ったっていう。なんかフィリピンパブ行ったとか言われてるし、まあ、フィリピンパブは行ったけど、でも出したんですか。行ったよ。だから行くでしょって。もうそれもともと試合だと思ってないですもん。俺の予定にはフィリピンパブ入ってたから。試合じゃないですか、ね。このリューインターの講演会のフィリピンパブの会合があったから、そこに行ったけど、その時は酒飲んでないですよ。ただフィリピンパブには行ってるよ。でもだって普通に考えてみ、明日さあ、ヒクソンのとこ行ってください、行ってらっしゃいで、普通に布団に入って寝れる？そうですよね。いや、寝れない。寝れないよな。どっちみち寝れへんだから。そうなんですね。そういう結構まともな感覚があったんですね。なんで普通に寝れんの？だって。普通に、明日、やべ、早めに寝とこうって言って、布団に入って寝つけるかな。アンジョさんのことを、木下さんは、あまりにもその、いい意味で、すごくこうぶっ飛んでるってあれですけど、いい意味ですごく思ってるんですよ。で、今のあれなんですけど、僕はすごくこう普通の感覚をすごく持ってるっていうのを思ってるんですけど、あの柳さんは今まさに言ったじゃないですか、あ、そういう感覚なんですね。だから何も考えてないと思ってるんですよ。いや、じゃなくて、もういや、よく言うと大人物だったんで、アンジョさん大事です。やっぱ、関係ないよって言うけど、どんなやつだって、朝だから、朝の、テキシーに乗り込むっつって、布団に早めに入ってねえよって、思って寝れるやつはそういないやろ。そこで、あ、だったら、2杯ぐらい引っ掛けてだったら寝れるってなと思うけど、でもそれもなんか嫌じゃん。だから、フィリピンパブで、もうそのニューインターの講演者との会合だから、そこには顔出してウーロン茶でフィリップアップのお姉ちゃん、あなたパロパロねって言われながら、厳しいな今日は。パロパロね、全然大丈夫って言うけど、今日は厳しいね俺の方が。でも全然そういうんじゃなくて、俺のそのキャバクラとかで、アンジョさんとかみんないて、入り口でちょっと別件で揉めた時に、アンジョさん通りがかりで、その俺の先輩を殴ってる人を通りがかりでキュッて締めて、あチョークでそれを見た時に気をつけられた時に、あやっぱアンジョさん大人物なんだなと思う。その頃はそれでよかったもん。今はやんないよ。今はやんないよ。だからそのレベル、人間のレベルが違うんだろうなと思ったら、寝れない時とかないのかと思うんですよ、アンジョさん。さすがに寝れないわな。いや、僕はもうイメージなんですけど、もうすごく繊細だと思うんです。繊細で、出したくない、それを。男だから、出したくない。もうそれしか考えない。だけど、この間木下と喋ってて、先週。いや、アンジョさんはね、考えてないよ、そんなの。絶対考えないよ。もうザ・男だと思います。いや、俺、繊細だと思う。繊細だけど、男になり、男だっていうのがあるから、出さない、意地でも出さないっていう、そのがあるのがあると思います。なるほどね。ここは思います。まあ、多分、わかんないけど。両方正解。あ、
人間らしいとこあんだな。いや人間っぽいっすよ、すごい人間っぽいっすよ。人間らしい、人間って何だっけ、なんだそれ、超人みたいな、そんなあれだった。みんな人間らしいってどういう。いや人間っぽいっすよ、思うと思いますよ僕は。うん、だからそりゃそうだろ、だってどう考えたって寝れねえよ。でついてまだ寝たよ、で寝てチェックインして、チェックインして、そしたらマスコミに起こされてるんだから。試合と考えたらもうちょっと4日前には行ってて、まあ、1ヶ月2ヶ月は調整あってのバッて、まあヒソも練習ね、練習したからね、僕はもしかしたら万全かもしれないね。もうなんとなく噂を持って分かってるわけだから、それがね、いきなり交渉の、がメインで行って、いきなりそのついてすぐにやっちゃったっていうところはね。でしかもほら普通はマネージャーもいたり、その結局試合って僕も分かるんですけど、その心の不安が大きいです。やっぱりやっぱり万全で、ちょっとしたことも気になるからね、やっぱり試合って。万全で行かないとダメなのに、一人で行って、さすがですね。それは無理ですよ。だって、宮さん連れてっても、そのようにも足らないでしょ、だって。いや、佐々木さんも役に立たない。なんで今日は、動画で流せないことばっかり言うんですか。だって、宮さん来たら返そうでしょ、だって。お前もレスラーかって、やらされたら、だって。じゃあ、うちの弟子とやれって。ホイスト返そうでしょ。ホイスト宮さん見たかった。まあでもその面白かったですけどね、あの頃のその、その業界の界隈は。でもそれで面白いでしょ。面白かった、面白い。ただヒクソン、ヒクソンは安城さんにその後のパーセンテージを払うべきだもん。あヒクソン瞑想の一角でしょうね、有名になりましたもんね。そうだよね、有名になった。だから安城さんはそういうのを踏んで踏んで、今本当は儲けてプロレスリング上がってもおかしくない人なんですけど、まあそれは嫌だということなんでって言ったんですけど、そういうネタを作ってきたっていうことですよね。格闘技を通して YouTuber になったように、俺もプロレス格闘技を通してクリーダーとして最後は YouTube 人生を待ってます。 YouTube やったらもうめっちゃ言いますよ。まあ、ただ2日に1回あげなきゃいけないですよ。僕あげてないからカレーにならないですよ。いやしかもあれさ、あとさ、1年間の収益オンってやつがオフになってて1円も入ってないんです。え、どういうことそれ。今までの経費全部な。いやだからあの本当お収益っていうボタンがあって、それをオンにしなきゃいけないですけど、オフになってて、オフになってたんですよ。 なんでかわかんないですよ。あの最初はなってたんですけど、だからどっかで切れちゃって、切れちゃって、何もゼロゼロ1円もう、あと何にも入ってないですよ。何にも。マジで。はい、まあでも大したこれじゃないんですよ。この間びっくりしたのが YouTuber で、去年4月に始めて10万人ぐらいですよ。で何かしたら普通の無職の人が、僕は無職で結婚もしてなくて50歳で、こうやってますよ。みんなが要はその共感して、めっちゃ稼いでます。あれ逆に、僕はもうお金よりも自由に行きたいんで、こうやってやってますとか言って、将来はアジアでのんびり暮らしたいですとか言って、みんなが共感しちゃって、すっごい言ってるじゃん。ああいうパナマさ、それもある。だってアジアで暮らしたいじゃん。暮らしたいですね。タイに移住したぐらい、移住してそれ行こうよ。誰も思わないもんな。来たら返そうって、来たら返そうって誰も思わないから。ブラバが総帥だからね。もう総帥って呼ばれた人間はもう返そうに思えないんですよ。ほんますごいですよね。タイ行った時に日本居酒屋行ったんですよ。そしたらそこで働いてる30歳ぐらいの男が、いやプロレス好きなんですよとか言って、やっぱ新日が大好きで、イブシで、鈴木さん知ってんの、そしたら、もちろん知ってますよ、鈴木大好きですって言って、その中に入ってるのがなんかちょっと悔しいですね、やっぱね。若手とちょっとその混じって50代の鈴木さんが入ってるってね、あすごいなと思って。現役でしっかり頑張ってるわ。そうですね。鈴木さんでもすごいね。すごいね。彼は昔からすごかったよ。ここいいですか。その流れでいいとこ行きましたね。ちゃんと乗っかってあげたから。ちゃんと乗ったからそこは。本当に安城さん。本当に次の夜はすごいよ。褒めますよね。何を？ちゃんと評価をちゃんと。いいとこ悪いとこちゃんと言いますけど、ちゃんと評価するとか評価するっていう。評価するとかしますよね。うちは先輩なんですか、鈴木さん。いや、それはあるんですよ、もちろん。俺も先輩。でも俺なんか、あんまり先輩扱いされたことないけど。そうですよ。だからそれはすごいよ、彼の。だと、若手で、アントニー猪木って試合、ね。大試合で、アントニー猪木さんと試合するって、おかしくない？
それは自分がどんだけ吹いてきたか今まで。あ、そうです、ね。だから吹いて吹いて吹いて若手の頃は吹いて吹いて。すごいな。だからなんでそこまで自分に自信持てんのっていうのが俺の思うとこよ。なんでそこまで自信持てんの自分にと。船木正和が言うならわかるよと。俺もなんかまあ普通にあこいつは将来新日本プロレスを背負って立つなっていうのは普通にわかるじゃん。武藤敬司、船木正和。まあ、こいつらが新日の宝だなっていうのはあるけど、それなんで鈴木みのる、なんか、なんでそこまで自信持ってんのかなっていうのは、俺は当時の俺の評価や。いや、スパーリングしたらそれは強いし、でもスパーリングとまたプロレスは違うじゃん。違いますね。うん、だから、普通の試合としては普通の若手の試合だし、言ってることはすごいよ。うん、リング上でワンワン泣くし、ワンワンリング上で泣いてるっていうの感情をうわっと出して、感情を OK なんだよね。あ、計算ないとこで受けちゃう。だから、そうだな。なんでここまで自信持ってやっていけんのかなっていうのが、俺なんだよ。逆に言えば自信ない系だから。では逆に俺は裏に引っ込みたい系だから。だから、なんでこいつ、そうかもしれない。俺逆に、俺が上へ行ってお客が入んなかったらどうしようって失敗する系だから。俺がさ、俺が行って、じゃあ武道館満杯にできるわって言ったら、いやそれ心配でね、夜も眠らないなっていうぐらいのタイプだから。それをなんでこうまで自信持ってやっていけるのかなっていうのが俺の根拠のない自信の強さってありますよね。そうそうそう、はい、それが俺の鈴木みのる表。でもいや、でもすごいですよね。でもそれでここまで来たから、いやでもパンカラスの挫折があったと思うんですよ。やっぱね、挫折あったの。パンカラスの挫折があって、やっぱり、うんうん、結構苦しかったと思うんですよ。やっぱり楽しい時期あったの。ありがとうございます。それは俺は分かんないけど、パンが後半がやっぱりちょっときつかったんで、うん、それのやっぱりいろんなことを悲しみも全部やって今行って、だから鈴木さんも、お客さんも言ってましたけど、あんだけ悪いねヒールでやるけども、なんか優しさを感じるって言ってました。身分かるって。それでいいのかな。はい。それでいいのかな。ヒールに優しさ。現代はいいんです、それで。ヒールに優しさを感じるんだ。現代はいいんです、それで。それ悪が優しいってことです。それはタイガージットシーンを見てみろって。本当の気遣いじゃなきゃダメですよね、本当は、ね、タイガー・ジェット・シーン。そうか、それタイガー・ジェット・シーンお客に怪我させても何にも思わないから。鈴木さんは仲いいかな。仲いいね。仲いいの。仲いいっていうか、まあそうですね、まあ一番最後は尾崎社長の3人でご飯食べたのが鈴木さん、尾崎さん、鈴木さん、本当にいい人だね。鈴木さんはいい人。いい人ですね。いい人。いい人でした。僕行った時はもういい人でした。だから俺にはそのトップイメージがないわけよ。うん、言われてみれば、どう同じ部屋に住んでたからね。え？そうなんですか。寮だったんですか。宮川さんの2階で一緒に住んでた。寮だったんですか。あれ？記憶違いかな。宮さんと、あ、それは弓と住んだのは、あ、そうだ、鈴木みのるが宮さんの部屋に住んでる。宮さんが合うんですかね、鈴木さんと宮さんと。それは意外と合うんだよ、そこら辺は。でも宮さんと暮らすのは暗いよ。何にも片付けないから、何にも片付けないから、俺初めて見たよ、あの、ご機嫌面白いですね。アンジョーチャンネルですよ。もうアンジョーさんもレギュラーでいいじゃないですか。ありがとうございます。いやー、それは大変だ。すいません。でもアンジョーさん本当昔の話したくないの分かってて本当にありがとうございます。本当に。本当にね。今日は一番ちょっと研修しづらいふうになっちゃったけど。この間のがもっとスムーズですけど、これもう、カットばっかりでどうしようかな。これだからみんな酔ってるからもう。でもアンジョーさんちゃんと。やりますから、一回出してますから。何を？オッケーかオッケーじゃないかは。いや、俺全部オッケーだから。いや、オッケーじゃないのはカットしすぎだからオッケーじゃないだけで。本当ですか？でも、うん、まあ、出す。俺はだって、さっきから俺一言も悪口言ったつもりはこれっぽっちもないから、ね。いや、全然ないですよ。そんなのね、悪口ではない。いや、僕ね、思うんですけどね、うん、それを悪口だと思う人が、例えば6割だとしたら、うん、もうそれはね、いいです。いいんだ。私たちは分かってますから、別に。それはいいんだ。もう いや勝手に思わせてるでいいです。勝手に読んでる。我々は分かってますから。うんうん、ないですよ。悪口じゃないな。
まあ言われてもしょうがないことしか俺は喋んないし、うんうんうん、すいません、大丈夫です、今日はね、アンジャさん大丈夫です。